初代議長のジャラルタラバに、クルディスタン愛国同盟は、イラク北部で活動する、クルド人の政党。フセイン政権時代のクルド人反体制組織として、クルド民主党と並ぶに大勢力の一つであった。クルド愛国党、クルディスタン愛国者党と表示することもある。メンバーは、推定1万人。クルディスタン愛国同盟は、 クルド民主党幹部だったジャラルタラバニが1975年に創設した組織で社会主義インターナショナルに加盟するなど社会民主主義を掲げた。以来、クルド人自治区の西部をクルド民主党が東部をクルド愛国同盟が支配し対立が続いた。対イ,イラク独立では共通の目的を持っていたために1987年からは共同補調をとり、 1992年にクルド民族議会を選出するまでに至ったこともあったが、1994年以降は路線やトルコ貿易など資金源をめぐってしばしば対立してきた。2005年、議長のジャラル・タラバニがイラク移行政府の大統領となり、そのまま第4共和政初代大統領を務め、2014年に退任した。タラバニは2017年に死去し、 コスラット・ラスルアリが暫定を経て議長を務めている。トルコのクルド労働者等を支持している。ありがとうございます。